こんにちは、もぎなるみです。オリジナル生き方、なんか木皿泉っぽくてすごいしみるなっていつも思うんですけど、これレベルブックさんに行く途中にあって、はい、今日そんな感じで、なんか高崎の普通の一日、編集したりとか、あ、これ滝沢ですね。滝沢さん、なんかまた名前が変わってて、はい、これは高崎市役所に今向かっている途中です。こんな感じで、なんか普通のなんか日常をちょっとつなげてみました。この後ご飯食べたりとか買い物したりとか、本当に普通の高崎の日常をお送りします。この正面に見えるのが高崎市役所です。はちみつクローバーにも出てくる高崎市役所です。はい、ちょっとね、用事があって市役所に向かってる途中で、こんな感じで、高崎市役所のところはもともとお城だった、高崎城だったので、このお堀だった跡が池になってて、桜の木が周りにいっぱいあって、すごい綺麗です。なんか緑が濃くて、本当この辺のエリア、私すごい子供の頃からちょっとご縁がねあって、この後ちょっと喋るんですけど、ご縁があって子供の頃からこの辺をうろうろっていうか、何かあるとこの辺にいて、スズランで買い物して帰るっていう感じの日常でした。ちょっとその辺についてこれから喋ります。ここにあった幼稚園に通ってて、ここに入院しました。ここで会って、ここの幼稚園の前のところに通ってて、2歳ぐらいの時。で、そこのお散歩がここで、ここの池に落ちて死にかけました、まず。で、その後ここの幼稚園のところに行って、で、病気になって、ここ、国立。入院して、ここがお散歩でした。私のことすると思うだろう。はい、そういうわけで、マジでね、マジで思い出深いエピソード、5歳の時にあった、入院してた時の話を書かせてもらってますので、ぜひぜひレベルブックスさんで、高崎のレベルブックスさんで、オンラインショップでも販売してますので、お求めください。はい、これはそれで、そういうわけで今市役所に向かってます。市役所ね、めちゃくちゃでかいよなって、なんかいつも思います。はい、こちら市役所です。はい、なんかね、なんかこういうのがありました。私結構こういうのを見るの好きです。ついね、ここに置いてあったコフレットみたいなのがあったんですけど、ついこれを持って帰りたくなっちゃうんですけど、増えるのでね、こういうのはやめました。はい、高崎には100円入れると自転車借りられるっていう、すごいサービスがあって、はい、割とああいう感じです。この後駅に買い物に来ました。で、買い物の時はだいたいお水を持っていきます。このね、キントーのボトルすごい大好きです。はい、で、私の大好きなモントレイ1階のカラクセマルシェで、今日もお買い物して帰りました。さつまいも、ちょっとこの後話すんですけど、このさつまいもマジで美味しくてね、ちょっとこの後喋ります。170度でチンしただけなんだけど、170ワットで15分チンしました。すごいね、チンしただけでね、すごい美味しい。この今回のこの編集がめっちゃ美味しい。なんもつけないけど美味しい。何もつけてないのにめっちゃ美味しい。うん、今までモントレーで買ったり、他のとこで買ったお芋の中で一番美味しい。別に特別なことしてないけど、本当ナショナルで170ワットでキッチンペーパーとラップに包んでボンって16分チンしただけです。すごい美味しい、これ。うん、美味しい。3割引きでした。カツオ、
味しい。なんかさ、結局さ、家で好きなように好きなだけ食べるご飯がさ一番美味しくない？緊張しちゃうんだよね、お店で食べると。感動してても一人だと美味しいとか言えないし、そうすると私顔怖くなっちゃうんだよね。美味しい美味しいってさ、美味しいって思ってるのにさ、一人でさ突然笑わせたら変な人じゃん。だからさ、美味しいって思うとさ、例えばさってなってるわけ。こう本当はこう発露する感情があるのに、それをでそう収めることになるから抑圧するわけよ。だからうちにこのポジティブであってもネガティブであってもうちにね感情をこう押し込めるというのは結構エネルギーを必要とすることで、そうするとさ、せっかく美味しいものが200美味しいっていうのであってもさ、そのトントンになっちゃう。せっかく200美味しいを200感じられないわけ。100はその外で一人でそんな喜んじゃダメっていうのが100持ってっちゃうわけ。だからせっかく200美味しいものもなんか100しか感じられなくなっちゃうの。だからテイクアウトいいよね。だから本当は300美味しいものも外でなんかお店がさ緊張するとかそういうものでどんどん差し引かれてって結局100になるわけ。いろいろ差し引かれて、だからもともと50ぐらいのものが逆にそれを超えるってことが出てくるわけよ。我慢しなくていい上にさらに自分が食べたい味付けで食べられたりとかするから、まあ、そうすると本当になんか モントレーで買ったものが一番多い。いや本当ね、あのモントレーが一番美味しいと思います。モントレーの1回はい、本当にあのモントレーの1回好きです。常任立像をどうしても本物を見たいって言って15歳の時に京都に一緒に母に連れてってもらったの。それも買ったの。嬉しい。あとでいっくり開けます。今またねこの動画を編集してるので、あのこの動画の編集が終わったらこの仏像をねあの開けようと思っています。はい、あのそんなわけであの翌日動画の編集をします。で一旦書き出しをしたものを確認して、あのメモにね
いろいろ直しを書いてます。練習したので直したいとこチェックして、あとちょっとじゃあ飲んでヨーグルト食べながらやります。受ける何やってんの私何やってんのね。ほんと免許を取ることで、まあ、学科を勉強することで、学科を勉強することでポケットロッコがポケットなんだなってことが分かりました。こんな感じでさっぱり編集がすみません。違うよ、編集で、編集だよ。この後もちょっと喋りたい話を喋って終わりになります。いつも見てくださってありがとうございます。あの最後の最後にどうしても共有したいことが1個あるので、それをぜひ聞いてもらえたらいいなと思います。では今日は高崎の普通の1日紹介でした。ではまたお会いしましょう。さようなら。この前さ、入れ墨を入れる人の話を見てて、動画を見てて、でデザインを話してたのね、決めてたので、入れたい、その人文字を入れた、英語を入れたくて、じゃあどの文字にしますかって言って、あのこのね、まあ、それはフォトショーだったんだけど、あの見慣れたこれをね出してたの、これをね、フォント刻むんと思って、わかるこの違和感、このフォントなんだよ、フォントをこうアナログで体に掘るってすごくねと思って、あのだからヘルベチカとかさ、なんか多分どうなんだろう、あれどのぐらいまでそのフォントが入ってるかインストールされてるか分かんないけど、そのコンピューターに印刷して転写するってことなんだ。なんかさ、すごくさ、ゾクゾクしないそれ、そのなんかそのタトゥーカルチャーとか入れ墨カルチャーとかそういうものが、2022年になってさ、このなんかそこがデジタル化するんっていう感動っていうか、心を動かされるものありません？そこはデジタルなんだから、そう、わかる、あのフォントはさ、フォントじゃん、つまり書体じゃないじゃん、あのデジタルのフォントじゃん。だからさ、なんかもしね、私がタトゥーとか入れ墨を入れるとしたら、で、あの文字を入れるとしたら、私やっぱりね、書体がいいんだよね。書体を持っていきたい。書体を持っていきたいよね。で、それで、あの、だ活版印刷だよ。そうそうそう。てか、入れ墨ってだから活版印刷的なものじゃん、こう。なんだけど、その、新宿の某タトゥーショップでは、どの文字にしますかって言って、このフォトショップの見慣れたここがバーって出てきて、これいろんなさ、業界がざわざわしない？これメディア論とかさ、あともちろんそのデザイナーさんとかさ、あとなんか DX 的なこととか、もちろんタトゥー入れ墨業界とか。だから海外ってどうなんだろうね。海外で文字入れるときとかってさ、アルファベット入れるときってどうやってるんだろうね。ねえ、すごい興味深かったっていうことを日々考えながら編集します。終わらないよ。はい、じゃあ続きはこの完成は動画で。お芋にオントレでいつも108円のヨーグルトをと、黒ごまアーモンドきな粉とかぼちゃの種フルーツ無印のをかけて、 あとオリーブオイルとお塩、あとお塩もかけてあるんですけど、かけて食べてます。めっちゃ美味しいよこれ。見て見て見て、わーわー、旭化成 50m サランラップぴったり、 50m サランラップよ。
これ50メートルサランラップを埃から守りたい方におすすめ。未消庵さんのちごもちの箱。